どうも皆さんおはようございます。ひとまきこの天才人の川翔です。よろしくお願いします。本日はキャッシュフロー計算書の読み方というテーマでお話ししていきたいというふうに思います。最初に言っておきますが、きり言って今日の内容は難解です。もしね、前回の動画をまだ見てないって方はそちらから先に見ていただくことをお勧めいたします。前回の動画では簡易的にキャッシュフローを把握する方法をお伝えしていますので、まずはそちらでキャッシュフローを計算してみてください。その結果はね、実際のお金の動きと全然合わないということであったり、もっと細かいところまで見たいって方は今日お話しするキャッシュフロー計算書の内容まで理解していただければなというふうに思います。今日の動画を最後まで見ていただければ、キャッシュフロー計算書の基本的な読み方、どのような活動を行うと決算書上の損益とお金の動きに大きな差が生じてくるのかということが分かる内容になっておりますので、ぜひね、最後まで見ていただければなというふうに思います。このチャンネルではですね、弊社のビジネスの現状やこれらの動画などでは、企業財務についての話や税金の話など、中小企業の経営者や中小企業に携わっている方に役立つ情報をシリーズ化して継続的に配信しております。この YouTube チャンネルの、ね、再生リストというところを見ていただくと、ジャンルごとに動画が分かれていますので、興味のある分野だけ見たいよって方は再生リストからまとめて見ていただくと良いのかなというふうに思います。今後も経営に役立つ情報をどんどん出していきます。私自身も皆さんと一緒に成長していき、皆さんがね、少しでも夢や目標の実現に近づけるようサポートできればと考えておりますので、少しでもね、参考になったり興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。では本題のキャッシュフロー計算書に入っていきます。まずはじめに前回のおさらいになりますが、なぜキャッシュの動きを理解する必要があるのかということについてもう一度お話しさせていただきます。なぜそんなに金の話ばかりするのかというところなんですけれども、金の話ばっかりしているとね、お前は金の亡者かと思われている方もいるかもしれませんが、金の話をするとね、なんか汚い話ばっかりするなとか、銭ゲバだとかいう人はね、本当に気をつけた方がいいと思います。典型的な日本人というかですね、そんなこと言ってるのは日本人だけですし、政府がね、扱いやすいようにコントロール、ある意味洗脳されているということに気づく必要があると思います。政府にとっては国民がね、お金の知識を持たずにせっせと貯金してくれた方が都合がいいんですね。ここら辺の話はね、この YouTube チャンネルのマネーセミナーシリーズで詳しく一から解説しているので、再生リストの方からですね、マネーセミナーシリーズを順番に見ていただくといいのかなと思います。貯金は確実に減りますっていうことと、貯金だけでね、老後の資金を賄おうとすることは間違いというか、かなり難しいということだけここではお伝えしておきます。じゃあどうすりゃいいのって話はね、マネセミナーシリーズで話していますから、それをね、見ていただければ明確に答えがわかります。老後2000万円問題とかはっきり言って関係なくなるので、マネセミナーシリーズぜひ見ていただければなというふうに思います。はい、またね、話が脱線してきたので、本題の企業のキャッシュフローの話に戻ります。なぜお金が最も重要かといえば、金がないと会社は潰れてしまうからです。そこにつきます。会社にとってね、最も重要なのは潰れないことです。そしてそのことによって雇用を維持することだと思います。この最も重要な原理原則を守るためにお金が必要なんですね。だからキャッシュフローは全ての経営者が本来ちゃんと理解する必要があるんです。でも多くの経営者が全く理解していないという話は前回させていただきました。簡易的にね、キャッシュフローを算定する方法として、こちらの計算式を前回お伝えいたしましたが、まずはこれで大まかなキャッシュフローの動きを掴んでみてください。この計算式では把握できないような動きをキャッシュフロー計算書で掴んでいくことになります。ではね、まずキャッシュフロー計算書の構成から見ていきたいと思います。キャッシュフロー計算書は大きく分けると、営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフロー、財務活動によるキャッシュフローの3つの区分で構成されていて、これらを全て合計すると1年間の現預金の動きと完全に一致するようになっています。つまり期首の現預金の金額にこの3つの区分の1年間の動きの合計額をプラスすると、期末の現預金の金額に一致することになります。それぞれの区分について解説していきたいと思います。まず営業活動によるキャッシュフロー、これが何を表しているのかというと、会社の本業によってどれだけキャッシュが動いたかということを表しています。営業活動によるキャッシュフローには間接法と直接法という2種類の作成方法がありますが、今表示されているのは間接法で作成したものです。ほとんどのキャッシュフロー計算書は間接法で作成されているので、間接法を前提に今日は説明していきますが、直接法との違いというのを少しだけ説明しておきたいと思います。間接法で作成する場合にはですね、見ての通り税引き前利益からスタートして、そこにね、損益に影響しないような金の動きっていうのをプラスマイナスしてキャッシュフローを算出していますが、直接法の場合はですね、売上から始まって実際の金の動きがより分かりやすく表示されています。売上によって入ってきたお金がいくらで、仕入れによって出ていった支出がいくら、給料の支払いによる支出がいくら、経費の支払いによる支出がいくらといった具合
らにですね、実際の金の動きっていうのは直接法のが分かりやすいというメリットがあります。ですが作るのが大変なんですね。間接法であれば損益計算書と貸借対照表があれば作成できますが、直接法の場合はですね、作成するのに集める資料とかも非常に多くなって大変です。お金が動く取引を一つ一つ積み上げていかなければいけないんですね。なので手間が相当かかるというデメリットがあります。なのでね、今日は一般的に作成されている間接法で話を進めていきます。間接法の場合にはですね、税引き前利益からスタートするので、売上や仕入れ経費の支払いなどは一通りもそこに含まれてるんですね。でそこにお金の出ていかない減価償却費の金額をプラスしたり、売上債権の増減など損益とね、金の動きの異なる項目っていうのをプラスマイナスしています。これはどういうことかというとですね、売上が計上されても売掛金の状態、つまりね、代金をまだ回収できていないような状態であれば利益としては上がるんですけれども、キャッシュフローは増えません。だから売上債権が増加しているのであれば、キャッシュとしては利益からマイナスする形になります。仕入れ債務とも同様ですね。このような調整と営業活動以外の損益をプラスマイナスして、法人税等の支払い額をマイナスして営業活動によるキャッシュフローというものを算出します。例えばですね、固定資産の売却益などは営業活動ではなく投資活動の区分で表示されるので、その分は調整するということになっています。そして次に投資活動の区分について解説します。投資活動によるキャッシュフローはですね、文字通り投資活動によってキャッシュフローがどれだけ動いたのかということを表しています。例えばですね、多くの会社では固定資産や有価証券を購入したり売却したりといった活動がここに含まれてきます。固定資産や有価証券を購入するとお金は出ていくんですけれども、出ていった金額は費用になるわけではないので、会計上の損益には直接的には影響しません。なのでこれらの購入や売却による収入と支出をここで計算して、投資活動によるキャッシュフローを算出していきます。先ほどのね、営業活動によるキャッシュフローと投資活動によるキャッシュフローの合計額、この2つを合わせた合計額をフリーキャッシュフローと呼びます。財務活動、つまりね、借入金等による資金調達などの影響を除いたキャッシュフローということですね。そして最後に財務活動によるキャッシュフローを解説します。これもね、その名の通り財務活動によるお金の動きを把握している項目です。ここで出てくる項目っていうのはほぼね、借入金の返済と借入調達になります。社債なども出てきますが、ほとんど借入金と同じものだと思っていただければ問題ないと思います。新規で株式を発行する場合など、つまりね、増資などの場合もこの区分に出てきますが、中小企業ではあまり出てこないので、まあ、資金調達をしたらここに表示されるということだけを覚えておいていただければ十分なのかなと思います。多くの経営者がキャッシュフローについて正しく認識できていないのは、営業活動以外の投資活動と財務活動によるキャッシュフローを把握できていないことが原因だと思います。上場企業の場合にはですね、必ずキャッシュフロー計算書を作成しますが、中小企業の場合は作成義務がないので作ってない会社も多いんですね。そうすると会計上の損益に影響しない投資活動や財務活動による金の動きっていうのがよく分からずに、キャッシュフローが真っ赤っかの状態になっちゃってるということが多いんですね。キャッシュが大きくマイナスになるのは、借入金の返済ピッチが早すぎることが原因になっている場合が多いので、そこは注意が必要じゃないかなと思います。何でもかんでも闇雲に5年の長期借入金で資金調達をしていたら、キャッシュは回らないと思います。資金使途に応じた正しい資金調達を行わなければ、財務を改善しなければ、売上を増やそうが利益を増やそうがキャッシュフローは改善しませんので注意してくださいね。もし適正な資金調達などについてアドバイスをくれるプロが周りにいないのであれば、早急に財務のプロと組んで仕事をしていただくことをお勧めいたします。弊社でも財務コンサルティングなどを行っておりますので、もしね、お困りごとなどありましたら、一度ご相談いただければなというふうに思います。相談はね、どんな媒体からでも構いませんので、動画概要欄のリンクなどを見ていただければなと思います。ということで、本日の内容はここまでとなります。今日はキャッシュフロー計算書の読み方の基礎的な知識について解説させていただきました。企業にとってお金の動きは本当に大事になりますので、最低限今日の内容ぐらいは経営者であれば理解しておいていただきたいなと思っています。このようなね、経営に関するお金の話や会計の知識、財務の知識を持って会社を経営できれば、社長自身もそうですし、そこで働いている従業員の皆さんを幸せにすることができるようになると思いますので、ぜひね、今後も財務も含めて経営について一緒に学んでいきましょう。経営者向けの無料勉強会も開催しております。動画概要欄のリンクから申し込めますので、本気で未来を変革したい、会社を良くしていきたいという経営者の皆様、ぜひね、無料になっておりますので、勉強会の方も Zoom で行っておりますので
ご参加いただければなというふうに思います。またですね、めちゃくちゃ大事なことなのに多くの日本人がタブーとして避けて取るお金についての教育っていうのもこんな本を作って行ったりしています。この本に書かれている内容などもですね、詳しくマネーセミナーの動画シリーズで解説していますし、 LINE 登録者限定のマネーセミナー動画なども配信しておりますので、ぜひね、一の最初のマネーセミナー公式 LINE についても無料になっておりますので、動画概要欄の方からご登録いただければなというふうに思います。今後も経営者に必ず必要であろうともお話をどんどんしていきますので、夢、目標の実現に近づけるように少しでも興味を持っていただけたらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ということで本日は以上になります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。